どうも、エルザです。それではゴースト・オブ・ツシマやっていきたいと思います。さあ、昨日出た新作ですね、こちらの方やっていきたいなと思うんですが、そうだね、一応ホームシアターの出力でやっていきますか。で、難易度が優しい、普通、難しい、万死と人たちで即死する難易度。はぁ、いや、結構あれだね。まあ、ちょっとやるなら、あれ？人たちでってことは、まあ、そういうことか。まあ、ちょっとやるだけやって様子見ましょう。まあ、あとは、そうですね。まあ、やっていくわけなんですけど、今回、ゴースト・オブ・ツシマ、どういうふうにやっていくかっていうと、単純に、その、プレイをするのもありかなと思ったんですけど、ちょっと楽しくやっていきたいのもありますので、今回は、下道侍として、はい、ちょっと下道、まあ下道なプレイができるかどうかちょっと別として、まあそれを狙ってやっていこうかの、下道とはというね、そこでやっていこうかなと思いますんで、ぜひとも楽しみにしていただければと思います。まあ、何はともあれ、とりあえず、不死でやっていって、おー、すごい。黒沢モードあるんだ。色合いが全然違うのよね。で、字幕付きだと、字幕付きだね。さあ、こちらでやっていきましょう。さあ、対馬軍。ああ、めちゃくちゃ綺麗だね。一応PS4 Pro でしてます。島に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど。対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな。飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ島の勇士、我らこそモノノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よよく聞け。腕に覚えのものあらばいでよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。叫ぶよ。さあ、かかれ！島を離せ！島を守れ！かかれ！さあ、誉れなき者には裁きを下す。さあ、やっていきますか。すげえ綺麗。うわー、でも80人でしょ。
すがにヤバくない？ちなみにあれなんだよね、四角で攻撃なんだけど全然当たらない。お、切れた。あー、それは大砲には勝てんな。ジン、ついてまいれ。さあ、主人公このジンだね。この命に代えても前進せねばなるまいさ。あー、志村さんめちゃくちゃいい声。いやー、すごいね。めちゃくちゃ綺麗だね。おのおの敵将を逃してなるものか。者ども続け。おーおーおお。どうこどもの新手だ。めっちゃ遅いで、これ一発でやられるんだよね。まあジャンプもできる。すごい。さあバンシ。あ、すごい、ジャンプギルも一応できる。おー、いいね。はい、一気に距離詰めれるな、ありがとう。はい、後ろ。もう倒せるなら背後からで。いけ。さあ、L1 で長押し。危ない。見切りか、ガード見切りだね。でくっ。ちょっと待って、2発か、2発か。やっぱ難易度高いとこうなるね。いやー、でもちょっと切ってる感じとかすっごい気持ちいい。痛い。さあ、切って。ガードだね、三人なの。おい、サクッと、いいね、流し。おい、後ろお邪魔。ちなみに三角、いけ。三角は強切りっぽいな。あー、好きだね。あ、違う。おお、動きが細かい。おい。遠慮はせぬぞ。志村殿、よし。あれ、二人だけ。我らのみ残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。いや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 、もう囲まれてんじゃん。いやー、農民たちがいたぞ。あれが敵将。確保できています。ここで決着をつけるぞ。
が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。おう、チンギス孫が来たか。はあ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ、我に下るか。叔父上。はあ、叔父上が。さあ、ジン、ここで起きなければ。お、助かってる。いかにしてここへ。お、とりあえず陸はない、食料のみ、食べ物だけか。レンコン、大根。こっちは誰かが俺を見てくれた。ここを離れねば。さあ、誰が助けてくれたのか。治療をしたっていうところだね。もう子供、さあ、どれだけ寝ていたのか。誰かが俺をかくまってくれた。その者がタチも。じゃあタチを探すか。いや、絶対見つかるよね。のろしを使わせるな。足跡があるね。どうも、失礼します。さあ、保存中と。オートセーブかな。特に何かって感じはしないけどね。誰が歯を研いでおった。武士か。さあ、鎧。壊れておる。だがあるだけありがたい。
そうだね、ないよりかはね。じゃあ太刀を探しに行きますか。ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬのめね。おめを出せ。少しならあるから、持って行って。めっちゃ作詞はあ。まさに下等的な動き。何者だ。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。さあユナ、助けてくれたんだね、ありがたいね。おう、罰だね。くの一的な何かユナもろ、今乗ってたけどね。はいはい、かがんで。アルさん、アルさん、アルさん、今押したけど。え、これバレないの？よーし、ベシベシ。あぶな。さあ、警戒は解けた。行くよ。どこに？どうする？こっち。いや、バレるでしょ、これは。あ、なんと。助けようなんて思わないで。民の命が。おお、今のもの音でやっぱバレるのか。戦場におられたか。地頭の？知らない。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所は囚われてるの？東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。助けてほしいか。一体でも何を助けてほしいんだろうかね。くぐって。結構ね、アクションが R2 でできるんで。見境なくって感じだね。待って。騎兵だ。武装しておる。島中駆け回ってるよ。みんなと騎兵か。殺されてる。抗う者は百姓だよ。戦わったって。おお、よし、
さて、ぐるーっと。すっげー特徴的な頭してたな。大五郎ヘッドみたいなのがいたぞ。え？こんなところ堂々と通るの？やばい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 。おお、どこ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 、もうこっち行っていいの？行ってるよ、早く行ってるよ、先行ってるよ。ワンペイだ。屋根に登るしかない。いや、ワンペイ。おお、屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬を変えた。なんだと。なんだ、武士の命をか。体じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。あのジンの心境とは別に、もう刺さって取るっていうね。まあ芸道侍にも関係ないね、そこら辺は。さて、物資。もうね、そんなね、言ってられないからね、いいことは。タチを買ったやつはこの先に住んでる。この先いるか。まずいね、もうこれ見つかったんだ。見張って、俺が調べよう。太刀さえあれ、どこかにあるはず。さあ、太刀さえあればと。そう、持ってた太刀ってなると、まあその太刀があるとは限らないよね。お、我が名は坂井陣、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを打ってみよう。稽古、叔父上。早打ち強打、月打ってこい。おい、じゃあ月。わしに当ててみよう。ほいほい。んよし、月。よし、陣打ってこい。ほう、やっぱ強打あるんだね。よろしい。さように戦えればあざをつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。はあ、あおるよね。誰でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。
ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。ほう、三角で崩せる。に、あ、はい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 。防御を崩し、素早く打ち込め。ほう、一、二のターンターンターン。おじ上大丈夫ですか？強烈で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。やめよ。降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。待て待て、そう、ずっとついてくるのやめてくれ。長押しで防御。よく防いだな。はいはい、良い構えだ。はいはい、え、あー、ポンって押すだけでも OK だね。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。こう下ボタンで回復。へえ、それが体力、そして気力。技とか回復に使うんだ。じゃあ回復アイテムっていうものは存在しないんだね。敵を倒すか受け流しが成功すると気力が回復する。では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。撃たれる寸前に受け流すのだ。いて。よし、こうだね。撃たれる刹那に受け流せ。おい、突きが難しいな。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その日だ。こうか。切り返した。うまく避けた。良いか。おじ上、かわしたらすぐさま攻めろ。こっちは反撃の気を待ち、行かせ。あら。あさっての方向を振ってたけどね。いかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。面白いのは意外とロックオンがないんだよね。うまいぞ。すごいねこれ。カウンターっていうかさ、途中で止めれるね、切るタイミングね。飯の前にあと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。何を。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。アフナテルサムライク。さあ
よし、チキ。ああ、見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。ほう、動きかっこいいな。一つ一つ結構細かいんだよね。で、例えば切ろうと思ってガードボタンを押すと途中でやめるのよ。これすごいなと思って。いや、ガードキャンセルできるのはすごいよ。ああ、そういう居合抜きもできるわけだね。燃えてる家の村手さ、おいで。いや、絶対バレてるよね。さあ、万死のモダ、こっからかな。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。いやいやいや、待て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 。もう勝手に切るけどね。さあ、近いな。助ける気じゃないだろ。もう隠れたちも取り返した。ちょっと意外と融通きかないんだね、ジンさんは。万兵だ。一人も逃がすでない。おい、うどくん。そして痛い痛いよ。回復。あぶね。ありがとうございます。あー、よかった、赤ちゃん無事で。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。小金寺。街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。どうしよう、あれ娘ですって言われたらね。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。さあ、目的は聞き出せた感じだね。さて、まず下道侍としてやりたいことはアイテムを取りたい。アイテムをね、ちょっとね、徴収しておきたいよね。開ける。いや、絶対開けても。意外と落ちてなかったね。ん、あ、いた。痛いね、一撃。あー、こっからか。いやいや、そんな蹴らない蹴らないで。しかもさ、超面白い髪型してたね。お前、お前、お前だ、お前。逃げるな、逃げるな。おっしゃ、ダメ切った。馬屋へ急ごう。さっきはよくも蹴りまくってくれたな。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。おお、命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい？どの馬？ああ、黒、白、これは、あ、茶かな。あ、こっちが茶か。黒、白、これは、あ、まだらか。ああ、うん、まだらにしよう。どうどう、似合ってる。名をつけねばな。真、空、影。
そうだね、ちょっと下道という感じで行きたいんで、信じても空みたいに綺麗な感じじゃなくていいんで、影だな。世を守る闇。さあ影行くか。いや、まだら模様いいな。実際リアルの馬かっこいいからね。さあ殿下の宝刀トロフィーゲットですね。さあこのまま移動していって金田城かな。そうだね、城に侵入だね。金田の木。金田の木っていうのは城の中だね。ではユナ参ろうか。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入り、ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を辱め武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が切るか。お主はここで待っておれ。マジか、全然下道らしくないんだよね。めちゃくちゃさいい侍。さあ一騎打ち。敵陣に近づくと一騎打ちを申し込むことができると。おおおお、三角を長押しして切られる直前に離せば人たちで仕留められる。まあノブシ関係ないんだけどな。さあやろうではないか。うんとんとしえうへ。はい。さあ次は誰が来る。いてクフェ。つえつえ、ちょっと待って、強すぎね敵。あ、こっからこっからなの。意外とこう見切りは難しい。痛い。ああ、ちょっと待って。あ、やばい。これ勝てんのかな。意外とね。あ、よし、切り。決めた。さあ回復。さあ自分を鼓舞して。そう申したであろう。いや、何度死んだか。だがおそらく猛虎の兵器。おい、はあ一撃。いやこの音何。おお、いいな、弓いいね。よし切る。回復。こっちは、なんか来たね。あーマジかー。いや見切りちょっとやめよう。受け流しね。いやむずいわ。さあここから。この音何。分からぬ、だがおそらく猛虎の兵器。さあ次は、あれもう一人いなかったっけ。いそうだな。のこれ、おいた。登れない。こんな感じかな。押し通れ、進むほかないぞ。いや、今物騒なもん飛んできてたよね。
さあやれやれ、弓でやれ弓でやれ。お、さあ後ろからとは。これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。さあ、さあ一人、あとはぐへー待て待て、あの槍の赤いやつは一撃だね。あれきついな。さあ、問題はあの二人だよね。はい、さあ避けてしまえば。いや強えよ。特に何もなし。ほう、ほう、他にはいたね。ん？矢の回避。猛虎の射手は、矢を射る前に大声で合図する。ほう、当たらないためにね。ってなったら、おお、そこ来るんだ。おお、いてー、てめえ、マジで痛いわそれは。あー、なんか来たね。さあ行ってこい。来い、一騎打ちといこうか。アムカセルメソグラス、うん、たやすい。さあ来ないのか。痛い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 一撃。いや、ガードやな、ガードやな、このゲームは。さあかかってこい。いやー、一騎打ちはそうでもないのよ。問題はこの先だ。ほい、サックッ。さて、ふう、やっとだ。コテンハーン、地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。
え、志村生きてたのか。己のことは聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこう姿をな。ジン。さあどうする、堺人。ラスボス的な感じかと思ってたけど、ここでやるの、ここでやるの、もうやるの。お前の首をもらい受ける。はあ、うまいこといなすね。黙れ、下道め。うわうえ。うわ。くだれ。いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。死にたくはなかろう。若様、そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。叔父上は、ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。堺殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。地君は何よりも民を守られた。石川まことの者の不要。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。
あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。風。マジか、本当に風が流れてきたね。父上なのかこれは。いやーにしてもすげえなこの映像美は。鹿がいる。わ、すげえ、マジで綺麗だな。動けって。ユナ。ユナ。おお、まさかの合流。ジェン、どうだった？志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ。情けないよね。でも死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再びハーンに挑んだとしても返り討ちに遭うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ、ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。あ、やばい、来てる来てる来てる。しゃがむ。こわっ。めっちゃ色鮮やかやかな、あの青色とか。お、侍って言ってたね。さあ去っていった。あんたを探してるんだ。わあ、まだいた。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてある。お、マジで馬を呼ぶ。さあ影。おお、来た来た来た。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまで
そばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子ども、このお二人を。高田って腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。高の腕なら朝飯前さ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ、後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。かけると迫力が違うね。お、すげえ。すっげえ、めちゃくちゃ綺麗じゃん。さあ、ゴーストオブツシマ。さっきのまでがもうほぼオープニングだね。志村救出。さあさあさあ、いやーめちゃくちゃ綺麗だね。さあ対馬を探索、地図が見れるみたいですね。対馬の国。さて、おう、未踏の地を見つけろ。これが物語。ああ顔が書いてあるね。武士の本懐。闇討ち。あ、これいいな。下道侍にはね。ん？クロードのうまさが広まると、はいはい、新たな技を得得できると。クロードの噂。落ち武者。これ、石川。ああ、弓なんだ。半球。ああ、なんかそういえば、石川っていう人話しかけてきてたもんね。未踏の地。ああ、どうしよっかな。そうだね。先に、ユナの方やりたいな。鍵打ちとか欲しいもんね。で、ん？風が吹いてる？あ、マジで？風の流れを追えば、追跡中の地にたどり着けると。上にスワイプで、あー、すげえ。風が起きる。マジか。いや、父上が。導いてくれてるね。うわ、これはすげえわ。まあ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 、ちょっとね、今回ここまでにしましょうか。そうですね、次回は次のクエストしていくような感じでいきましょうかね。まあまだちゃんとした侍さんって感じなんで、少し闇討ちとか手に入れていけば武士がね、そもそも下道侍になって近づいていくんじゃないかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。